戦艦比叡の次の3番艦が戦艦春名でございますこれが神戸の川崎重工で作られていたわけですけれどもでこちらの館内神社文礼元は春名神社、まあ、春菜さんから取ったわけですねはい上毛三山って言ってね、えー、なんだ、えー、赤城さん ささん、ん妙義さんって、ねはい、私実は妙,妙義さんだけ行ったことないんですけどもで、えーそのまあ、山の上のまで行ったらこちらの神社なんかも、まあ、神仏集合名残でちょっとお寺っぽい門から入ってあの、まあ、この巨岩,巨岩みたいなのもあってね巨岩信仰の対象にもなってるようなんですけれども、はい、春菜神社から分類されておりました、はい、で、えー、4番下の霧島は霧島神宮でしたというねこれで一通り金剛型の館内神社のご紹介を終わったわけですがでさっきも言ったように、えー この館内神社の今、紹介した、えー、混合型の戦艦4隻が大東亜戦争中に日本の戦艦12隻の中では最も活躍した、まあ、正確にあの、もうちょっと詳しく言えばその <laughs> いわゆるメインの主要海戦の時に最前線で戦った、えー、戦艦だったわけです。でえー まず、日米海戦癖痘の昭和16年12月のハワイ作戦ですけれども、あ、そうだそうだ、ハワイ作戦について一つ,お,つお伝えしなきゃいけません。はい、PHP 新書で、日米海戦の新イントコさんという本が出ました。これ、分担執筆なんですが、私が第三章というところで2つ記事を書いています。海軍兵学校67期で、元海軍隊員の市木敏夫さんと、えー 公州飛行予賀練習生、高州予賀練の第3期の前田武史さん、そのお二方の真珠湾攻撃に向かうときのハワイ作戦に参加したときの経験談を書かせていただいております、お二方とも、ね、あのつい最近亡くなられたんですけれども、市、え、木、ー、さんは、市木元海軍隊は、えー、駆逐艦「影楼」という、ね、あのハワイ作戦の機動部隊に随伴した駆逐艦「影楼」の公会長、で前田武史さんはまさに真珠湾攻撃を行った、ね。 空母加賀観光隊、えー、94式、えー、航空魚雷 九十石航空魚雷を、えー、敵戦艦に命中させた、えー、方経験を持つ方ということでね、えー、そのお二方の経験談をそれぞれ分けて書,いて書かせていただいてるわけですがこれもしよかったらぜひね、えー、ご一読いただければと思いますがでそのハワイ作戦の,その本当にね隠密行動から、えー、世界を驚愕させたもう航空攻撃がこれだけ大破壊力を持つと世界に知らしめた作戦になった ハワイ作戦に参加したのが、この混合型の戦艦比叡と戦艦霧島だったわけでございます。まあもちろんね、この2艦があのハワイ向かって突進することはなかったんですが、まあハワイ手前まで機動部隊と一緒に行って機動部隊から飛び立った、まあ関西機を見送った。そして、まあ無事作戦が終了して帰ると。その時に敵が気づいて、ね、あの、真珠湾には敵戦艦が8隻もいましたから、そういう敵戦艦がなんかこう、 えー、こちら側が、ね、日本側の航空部隊があまり攻撃成果がなくてこっち向かってきた時も一応戦艦対戦艦であの対抗できるような余地を、まあ、持ったせんあの機動部隊だったということになりますね敵に対する攻撃のメインはもちろんその空母から飛び立った艦載機、えーまあ、関西機編隊だったわけですけれどもでせん、えー、そのあと えー、半年ぐらいは日本機動部隊、南雲機動部隊がもう無敵のような強さを誇って、えー、海快進撃を続けるわけですが、まあ3、35回回戦を経てですね、で、その後、えー、昭和17年6月のミッドウェイ回戦で逆転しちゃうわけでございます。で、このミッドウェイ回戦に参加した、あの、南雲機動部隊で参加していたのが戦艦春ナと霧島でございます。で、戦艦春菜、霧島は、そうなんですよ、もう、えー、戦艦春菜や霧島に乗ってた、この時乗ってた方にもいろいろ話を聞きましたけれども、 もうねあのー、朝から激戦でこう敵の。 ま,ま,ずはまずは敵のミッドウェー島の陸上攻撃機そして、えー、敵の艦載機がどんどん波状攻撃かけてくるのを日本のゼロ戦がわずか10機ぐらいで、ね、もう全部バタバタ撃墜したともう100機ぐらい撃墜どんどんんしてたわけですよね、午前中からあの早朝からの戦闘でところが高高度からの急降下爆撃機にのみあのゼロ戦部隊が気づかずにそれであっという間に勝敗消した、並、ね、走、えー、転換中の、ね、爆弾や機雷をそれからいにゴロゴロ置いた、甲板上に置いた状態で、えー、敵の急降下爆撃 爆撃を食らって爆弾が命中したためにそれがどんどん誘爆して、えー、赤城、加賀、飛龍、総龍のうちで赤城、加賀、総龍の3空母が次々と大炎上してそれを、えー、見てて助けることもできなかったとっ、ね、そういう忸怩たる思いを語ってくださっていました、はい、で空母の,あの乗組員は一旦その空母,に空母の直営と言いますけど一番そばで、えー、護衛していた駆逐艦に救助された後、まあ、あの大型であるその戦艦に、えーまあ、ちょっと移動して というね、そ,うそういうふうな状況だったと言いますけれども、で高速戦艦としてミッドウェー作戦に参加したんですが、まあ、大敗北を目の当りにしたということにもなるわけですね、はい、春菜・霧島で、そしてその後日本はなんとか反撃しないとということで、えーまあ、ミッドウェー海戦の後激戦が行われた、まあ、ガダルカルの戦いね、混合型4隻もたびたび出撃するわけでございます。まあ、高速だかか、まあ、かららら日本トトラトラッックク島島に進出してそこのトラック島から ガダルカナル海域へとたびたび出撃するわけでございますが、えー、そのガダルカナル島をめぐる空母機動部隊,動部隊の戦闘であった、えー、南太平洋海戦、えー、これが昭和17年10月にあったわけでございますけれども、この南太平洋海戦には戦艦比叡と霧島が参加しております、まあ、あの真珠湾攻撃のコンビ復活みたいな感じですけれどもね、ねた,た,たまにこうコンビが変わるんですよ。あの第三戦戦隊隊っていううの、ね、戦隊がこう 第3戦隊の、えー、と第1小隊、第2小隊となんですけど、2隻ずつある組み合わせが変わるということで,で南太平洋海戦の時は戦艦比叡と霧島が活躍しましたというか南雲機動部隊の最前線の部隊を護衛していましたで、えー、最後、ね、敵のホーネットをこうやって撃沈した時に、えー、追撃したらホーネットがもう燃え盛っているところに比叡、まあ、や霧島もその直前まで行くわけですけれども、はいまあ、この辺りまでが戦艦が活躍と言いますか無事 戦戦っていた戦闘で実は、えー、この戦艦比叡霧島がですね、えー、このまあなんとか、えー、日本機動部隊最後の勝利に終わった南太平洋海戦のもうすぐ翌月に実はこの。 二隻ともが最後を迎えるわけでございます。それが第三次ソロモン海戦。で、第三次ソロモン海戦に先立って、戦艦混合型をカールガール使ってですね、敵のガダルカル島の上にある敵の飛行場を砲撃しようという話になりました。最初は戦艦混合と春名が、 あの、出撃しまして、で、散々敵の飛行場をこう砲撃して、それで大ダメージを与えて、あの、まあ、しばらく数日間使用不能にする戦果わけなんですね。で、えー、それ、その戦果をもう一回もたらすべく、今度は戦艦金後春菜と入れ替わりに、えー、先ほどの戦艦比叡霧島で出撃して、で、 まあ、敵のヘンダーソン飛行場、これが今の,、ね、あのガダルカナルの,そのホ,ナホ,ホニアラっていう、えー、ソロモン諸島という国が もう今でではそこにあるんですけどもソロモン諸島の首都ホニアラがあの所在するのが今そのガダルカナウ島なんですあの激戦地だった島が今ソロモン諸島という国の首都があるんですねそこにねでその首都にあるホニアラ国際空港の元になったのがその戦時中に、ね、日本軍が一生懸命なんか手作業で作っていた飛行場をあっという間に奪って、ね、それであの作り直したそのアメリカのヘンダーソン飛行場なんですがそれ,それの更新が今の、えー、ホニアラ国際空港 でございますがその敵飛行場をですね再び その敵飛行場を再び、ね、戦艦比叡春名で、えー、砲撃しようといってこう二度にわたってい、えー、くんですが、えー、1回目に戦艦比叡が、えー、敵の,、まああの巡洋艦部隊プラス空襲の,あの敵の艦載機の空襲で撃沈されてで2回目もあの今度は霧島が、えー、日本の巡洋艦部隊を連れて行ったところあ敵のついに戦艦部隊が出てきたんですねえー、さっき申し上げた通り戦艦今後型は35.6% で、えー、それを8問、8問持ってるわけですけれども、それに対して敵の、あの、ワシントン、サウスダコタという40.6センチ砲を、まあ、あの、3連装3機で9問持った戦艦2隻が、えー、現れていまして、実は、まあ、で、しかも敵はレーダーを持ってますから、そんなもん普通に考えたら、一方的にやられるはずなんですが、それでも、えー、まあ、 日本側は野戦ね、暗い中で敵に多問命中させるというのも神業的な技術を持っていた砲員たちがいましたので、それで戦艦霧島は果敢に砲撃を行って、敵のサウスダコタを大破させる戦闘風のに追い込むわけですが、そっちをやっつけてるうちに今度はあの戦艦、あの、 ワシントンが戦艦霧島に集中砲火を超えまして、で、40.6センチ砲を8発食らった戦艦霧島は、ついに大爆発、大爆発というかですね、火災が起こして火災が沈下せず、ついに、まあ、あの、まあ、地震といいますか、まあ、沈没してしまうわけなんでございます。で、その時に戦った方にもね、こう、何人かに話を聞きましたけど、壮絶な砲撃戦で、はい。 でこれもね、えー、だから35.6センチ砲だと、40.6センチ砲持つ戦艦にね、ちょっとやそっとじゃあダメージ与えられないわけですよ、つまりね、戦艦っていうのは自分が持ってる大砲の攻撃に耐えられるように設計されてるんです、だから35.6センチ砲の戦艦は35.6センチ砲弾に耐えられるように設計されてるんですが、40.6センチ砲弾には耐えられないわけですね。 あの肝心なとところにぶち当てるとねで逆に4 0 6センチ砲を搭載している戦艦は4 0 6センチ砲に耐えられるように設計しているから3 5 6センチ砲の砲弾をいくら引くのまあ込んでもサウスダコタにはあ,のもうあちこちに命中弾を与えて、まあ、それも敵も驚くようなレーダーもないのに敵がびっくりするぐらいに正確に射撃したので、えー、すごい何,何十発も命中弾を与えたんですがそれでもなんとかバイタルパートといって機関部ねここがやられるともう船を動けなくなるから沈没するしかないみたいなところだけはなんとか命中して。 貫通してやられちゃうということを防げたりしましたので,で結局、まあ、サウスダコタは大ダメージを負ったけれどもなんとか戦線離脱することができてでところがサウ,スそのサウスダコタと同じ4 0 6センチ砲を持つワシントンからの攻撃を受けた霧島は、まあ、言うなればわずか8発の。 命中だだけでも致命傷を負ってついに沈没してしまったと、ねまあ、あの戦艦対戦艦の戦いを戦えただけでも、まあ、あの霧島はまだ、ねえー、幸せだったのかもしれませんけれども、まあ、しかし、この第3次ソロモン海戦、まあ、第1夜戦と第2夜戦という言い方をするんですがで相次いで、まあ、3日間で2隻も戦艦を失うという、ね、大損害を負ってしまったわけでございます。はい、でこれがあってからもう戦艦で敵あの飛行 をあの攻撃するというのは、これ難しそうだということで,ですね、えー。ガダルカナル島をめぐる戦いにおいては、もう日本軍はこれ撤退するしかないだろうということで。潜水艦ついで、ネズミを輸送という駆逐艦による輸送撤退で。まあ、ガダルカナル島,島が撤収する、まあ、これ大本営発表でやったら転身って言ってたわけですけどね。えー、そういうふうにせざるえないような、あの選挙に追い込まれていくということになってしまうわけです。まあ、この戦艦、ひえ、霧島が、まあ、敵艦、敵艦との交戦で。撃沈されてしまったということの食害、やはり。 大きかった日本戦艦が撃沈されたということのシが結構大きかったということですねでこれによって4隻いて大活躍していた戦艦金剛型は一気に金剛春菜の2隻になってしまったわけですで戦艦金剛も春菜もその後ねあの海戦のたびにえー、まあ 大回戦の際には最前線で活躍するわけですけれども戦艦混合が、えー、昭和19年10月のレーテオ・ヒ戦に参加いたします、えー、こ,のこの写真はですねレーテオ・ヒ、まあ、戦というのはもういくつも戦闘があったわけですよ、えー、ブルネから栗田艦隊が出撃した翌,翌日に機関アタゴ ね、じゅ、じゅんよあたごと、まやが撃沈された後、さらにその翌日に、渋谷海海戦というところで、戦艦武蔵が撃沈されます。ただその時は、武蔵が全部の攻撃を引き,引き受けたので、戦艦武蔵しか沈没せずに、で、そのままレイテ突入するというところで、最後の、まあ、敵の妨害というかですね、スプレイグ艦隊ですね、えー、が、あの、レイテ沖、レイテ島の手前で、まあ、護衛空母軍ですよ。商船を改造した空母の部隊、それを駆逐が出守っているような部隊が、目の前に現れた、現れたあの くれた艦隊は、っこっちはねもう戦艦とか十十隻に拡散揃ってるわけですが、それ攻撃しろうってことでね、えー、まあもう戦艦ヤマトにとっても、えー、戦艦ヤマトとか長門にとっても初めて敵戦艦を砲撃する機会だったわけですけれども、で戦艦金剛もハルナも高速力を活かして。 戦闘を突き進みながら、えー、敵空母を攻撃するわけですがこれが残念ながらこの時はなかなか当たらずに、まあ、敵の口艦がおあの煙幕を張ったのもありますけれどもね。で、えー、そんな中で、まあ、あの損害を負いながらも、まあ、なんとか、であのまあ、生きながらえたというか、まあ、敵は逃してしまったんですが、まあ、しかし残念ながら、レイティ突入自体は栗田長官、栗田武夫第二艦隊司令長官の判断で、あの謎の反転ということになって北上しましたので、レイティ突入は果たせなかった。で、その帰り道ですよ。 えー、11月21日ですね戦艦混合が、えー、台湾海峡で、えー、突然、えー、敵の,、ね、あのシーライオンという潜水艦の雷撃によって、えー、撃沈されてしまいます、はいあの、本当に残念なことでございますけれども、でえー、魚雷2本を受けて、ですねで、えー、乗組員の。あの まあ、艦長と乗り組みの半数を失うというね悲惨な沈没をするんでございますけれどもで戦艦混合型はついに春菜の一隻になってしまいましたで戦艦春菜はもう0.5日回線が終わるともう本当にあの燃料も欠乏するような状態になりましたので,で、えーまあ、しばらく外洋出撃の機会はないままにで、えー、翌年の昭和 2020年7月に呉軍港大空襲というのがもうあの2回にわたって敵の数百機の規模の戦闘がありましたで、えー、この時にこの写真もですねこれはい戦艦春名がこれ上空からのアメリカ軍が撮った写真ですけどこの戦艦春名まあ言うなればもう小型艦しかこの時、まあ、呉軍港にはね、えー、日本海軍側で残ってませんからこういう小さい船民間船とか、まあ、軍艦でも小型の,のしかないよう ような中でも戦艦ル名だけがえらい大きく目立っていて当然一番大きい獲物だということで標的になるわけで,で,大変あでここら辺は浅瀬だから敵の来撃はあの受けなかったわけですけれども多数の直撃弾を受けた結果大破、まあ、着呈ですね。あの もう撃沈されたんだけれども、まあ、このクレオキは、あの、浅いから、あの、完全に沈まずに、お尻餅をついた状態で、この上の限られた分だけは浮、まあまあ、まだ覗いてるという状態で、大破着底状態で、えー、終戦を迎えました。